大将首を挙げた者には褒美は思いのままだぞ。工場兵器で城壁を越えるのだ。取り付く敵を排除せよ。でかい剣だな。あんな長いもん振り回す気か。若いやつは見え張りたがるから。バカ、ぶっ殺されっつ。この調子でぶった切っていくか。
壁に登れ。上から侵入するのだ。ここは命の張り所よ。がっぽり稼ぐぜ。早い者勝ちだな。
中の者がやってくれたようだな。全軍城内へ突入せよ。お先に。バズーソだ。バズーソってあの三十人斬りの熊を素手で倒したという。どうした。頭を叩き割られた奴から前へ出ろ。あいつが血の稼ぎ頭か。勝負はここからぞ。よし、仕掛けるぞ。負けられるかよ。この腰抜けどもが銀玉が縮み上がっておるわ。何をしておる。奴を討ち取って名を上げんか。いくらだ。俺は傭兵だぜ。あんたと違って名誉じゃ飯食えねえんだ。よかろう。見事奴を討ち取った暁には金貨10枚、いや7枚だぞ。せこい野郎だ。小僧、後悔するぞ。銀貨7枚でその頭を叩き落とされるんだからな。貴様のような鉄の青い若造が戦場に立つとは、そちらは相当の兵員不足と見える。
すごい奴がいるもんだな。ねえグリフィス、あんたとどっちが強いかな。くだらないことを聞くな。グリフィスの方が強いに決まってるだろ。給料2ヶ月分と今回の報奨金だ。なあ、考え直す気はないのか。給料は3倍私分に取り立ててもいいと言ってるんだぞ。あちらさんは俺たち傭兵にしてみりゃ夢みてえな話じゃねえか。ん、夢食えんのかそいつは。待て、地位も金も保証すると言ってるんだぞ。何の不満があるんだ。嫌いなんだよ、窮屈なのは。次、